こんばんは。なんかだあなんだなんだろう、これはコキンさん、リンタロさん、セットさん、ノブさん、ハラペチーノさん、ありがとうございます。カイザスさん、タイタさん、ありがとうございます。え、無理、普通に風邪ひいたかもしれない。無理、なんか多分風邪ひいたからもう寝ようと思って。なんだろうこれ、クッキー、マメチッショーさんありがとう、デュウヘイさんもありがとう、マックスとキーマツさんありがとうございます。ちょっと今日は早く寝ようと思って、明日フリーでだから寝ます。え、そう、もうだって私さ、ここ何ヶ月何回風邪ひいたっていうポポさん、なんだろう、ありがとう、チューシーさん、ハートありがとう、タワーのお礼しますね。ちょっともうちょっと来た。よしこさん、なんかよくわからんちゃう、ありがとうございます。ね、そう、寝よう。こんばんは。何の振り入れ、あれですよ、ウォーウォーじゃなくて、なんだっけ、夢をガラス瓶に入れての振り入れです。道しるべさん、リボスターありがとうございます。今日、え、よくお分かりで、そうです、ナチュラルメイクでという名の適当。そういうことにしとこう、そういうことにしときます。なんだろうこの、何これ、なんだピロリンさん、何これ、木、丸太、丸太ありがとうございます。10個見せたがりんこ、なんちゃらかんちゃらさん、何、風船ありがとうございます。お風呂入ったっちゃ入った、今日びしょ濡れで帰ってきたから、入ったっちゃ入ったけどもう一回入る。チュロス、チュロスチュロスね、チュロスありがとう。 ABC ハウスさんもチュロスありがとう。知ってます。知ってます。ガリさんもありがとうございます。いや、チロスにはメインゼロ。無理、お腹減った。キッチーさんもありがとうございます。何人も払ってるんですか。たぶん、あ、イベントかな。たむたむさん最高、センちゃん、あおにくんもチロスありがとう。え、そう、ぬちょぬちょ、それで、そう、帰ってきた。え、無理、お腹減った、ただ単にダイエットしてるからお腹減ったっていう。チャレンジ、へえ、成田さんハートありがとうございます。明日は晴れって言った、こっちは、広島は多分。多分え、ちょっと、そう、あやかんちゃん、何これ、ツボ、ツボ、なんだろう、絶対違うよね、なんだろうこれ、ありがとう、ツボ、もうツボでいいや。セイットさん、何これ、クマのカバンありがとうございます。うっかりあんこだるま、サクバクシーさん、チュルさんありがとうございます。ちょっと読めない、読めない、追いつかない。ありがとう。え、でも今な、そう、ツボ、ツボ、なんだろう、ツボでいいや。なんだろう、竜兵さんありがとうございます。やばい、ツボ。佐野さんかわいい、ありがとうございます。もう、ね、寝るわ。マレーシアのあなたの、イエイ。マレーシアってなんだろう、英語かな。お腹減った、お腹減った。竹松さん、はい、チーズありがとうございます。
あ、ツボってことでいいですか。ね、これがさ、私がこの前大好きって言ってたやつ。こんばんは。なんか私がこの前大好きですって言ってたクッキー、これ、この子とこの子大好き。これはちょっと省くって言ってたあれなんですけど、Q さん最高ありがとう。カーのレースしますね。これが大好きなクッキーなんですよ。私このクッキー大好きすぎるんですけど。え、自分はこれが一番大好きで、これが2番目に好き。あ、これもまあ好き。そうで、なんかギフトが3つ増えと、謎のギフト謎とか言っちゃいかん。え、そう、大好き、愛してるんですよ。カロリーめっちゃ高い。そう、え、美味しいよね。ね、ミスター伊藤なんかかっこいいね。ミスター伊藤のやつ、ポップコーン、ポップコーンなんだ。へえ、そうなのね。そう、愛してて、私はこの子愛してるんです。これ美味しい。懐かしいです。そっか、買うのあれします。いや、もう私は愛してるんですけど、私は今ダイエットしてるので、つぶつぶ食べるっていう。ナオトちゃん、チロスありがとうございます。これだけ、嘘。アルフォートさん、なんだっけ、ポップコーン、ポップコーンなんこれ。ポップコーンありがとうございます。知りたい。へえ、そう、へえ、アーモンドリンクの、え、あ、どうだろう。昼ご飯食べました。2キロ太って、やばい。あのね、お待たせしました。早く起きて、辛い麺を食べるって心に決めました、今。え、ね、コーヒー苦手だから、ここは欲しい。疲れた。え、そう、それそれ、なんかプレダックなポポポックンミョンの新作的なやつ。そう、水分が、そう、辛いやつ食べたいなって思って。でも結構前の新作、ジェットナイク、あー、見なきゃ見なきゃ。カルボナ、なんかカルボナーラのなんかクリーミーみたいな、知らんくって、うん、結構、うん、まあ多分新作じゃないけど自分からしたら新作、ちょっと顔薄すぎて無理なんだが、ちょっとちゃんと化粧したらよかった。ちょっとやっぱりもう配信ですっぴんを晒すことはやめようね。クッキーには牛乳ですよね。ラブリンさん、チロス、しんちさん、コーン、ありがとうございます。食べるときやだ私さ、朝もう食べるからやだ。いや、なんか泣かないほどそんな辛くないらしく食べれるかなって思って。そう、ウェーマンさん、ハートありがとうございます。あ、本当っすか。タワーのお礼をします。はい、いる人、昨日タワー建てた人でいる人、 V さん、チロスありがとう。ね、あの編み込み部屋、自分も踊りやすくって気に入った。今日は清掃感ええでしょ。え、もう無理、じれったい、じれったい。うん、うん、
肉なんて食べれない。うん、もうおいしい、うまい、気合する、もう無理、体重一生落ちない。なはにすまる。はい。はい、どうぞ。髪の毛伸びたね。はい。やさなこ、ちょっと、あ、はい、ゆさの子、アットマーク、りんこが愛おしいんじゃ。いえ、なに、クッキー、僕の太陽公演お疲れ様、タワーありがとう。なんかツイッター自分に見られる前提になってて笑う。そして愛が深すぎる、毎日メールの返信で大好きとか言ってくるもん。ま、大好きなのは知っていたけどね、もっと思い出作ろうね、りんこより。ゆさの子さんの活力になれたら嬉しいな、ありがとう。最近愛が深すぎる、ゆさなこさん。ね、髪の、うん、ちょっとうざいな、髪。石山美さん、最高、ありがとうございます。ありがとう。ゆさなこさんの、さんの。なんかやっぱさ、配信でさん付けちょっとなれん、あれ。さんの。実力に、そう、優しい、優しいです、今日優しいの、ありがとう。もうツイッター見るなとか言う割にはなんかちょっと見る前提になってるんですけど。なんかもう自分に見られる前提でツイッターしてるっていうね。ん、なんか見るなとかめっちゃ言ってくる割にはなんか自分に見られる専用みたいな。なってる、そう、ありがとう。仕事が頑張れ。頑張っち、ありがとうございます。そう、なんかお話し会とかでは違うよみたいな言うけど、なんかこういうところは優しいゆさな子でしたね。はい。鍵垢にしたらちょっと自分、ちょっと鍵垢にしたらちょっと自分の悪口言ったんじゃなくて不安になるわ。トリダーさん、クマのやつありがとうございます。ありがとう、こちらこそ。なんでしょう。なんでしょう、初見違います。だってそういうもん、そういうもん、そういうもん、次誰だ、次誰だ、うん、弟よ。そう、愛に、そう、愛に溢れてます。なんかそう、リアル話し会の初めて話した時がめちゃツンツンだ、ツンツンだったけど。最近ちょいてれ。こんばんは。じゃあ後継講師、あー待ってる、次は誰だろう。もうこの秋と春は吉田家全員くしゃみが激しいから、次誰、次誰、はい。次誰、え、なんかね、ツンデレだった。迷惑で6、え、来たかな。ちょっと喉が怖くて。次の方、あ、9さん。はい、いやいや、あなたは違います。そうです、私はリアルお話し会のために太るわけにはいかないんです、ほんと。安江さん、熊野、風船10個ありがとうございます。はい、筋肉痛、あ、なんか降ってきた、何これ、キーホルダー、なんだろう、キーホルダー、ロッカさん、キーホルダーありがとうございます。なんか降ってきた、すごい。あ、ジェットコースター、ジェットコースターありがとう、あ、そっか、遊園地か、ありがとうございます。ファンリンコはね、そうなんですよ、ファンリンコは
優しくなさそうに、一見優しくなさそうにな変人の集まりに見えて意外と優しいっていうね。あ、褒めてますよ違う、私あの公園の後超食べちゃった、めっちゃ太ってた、体重やばいと思って。そう、最近よしこお疲れ、お疲れよしこ、そうやる話し会お褒めてます、一見優しいっていうね、はい。違う、昨日超食べたんよね。見まーす。9@昨日でガチ恋になりました。え、僕の太陽公園ありがとう、タワーありがとうね。え、一番最初からリンクウッチは嬉しすぎたんだが、どこおるかなって思ってたらすぐ見つけたよ。まんま Q さんだった。ダンスの改善点とかまた今度教えてほしいな。とりあえず幸せでした。リンクより、僕の太陽で超嬉しい人の気づいてた。絶対気づいてない気がするありがとう Q。 そうで、ガチ恋、あ、でも元からガチ恋か。え、でも昨日でもうガチ恋レベルが上がったって。え、なんかお話し会とかでいつも見るまんま、まんまいたまんま、え、そうだ、探そうって思う、なんか探そうって思ったけど普通に まんまだったから、あ、まんまだって思った。やすえさん最高、りゅうへいさんリブスト、ありがとうございます。お、気づいとった、すがね、あれよ、指さすところとかよ、気づいとった、本当にやった、ありがとう。やすえさん、けだま、ありが、ケイト、ありがとうございます。そうそう、話し会のその まんまいたからおーおーおお、いたいたと思って、そうありがとう、気づいてたのね気づいてないことを思っとったありがとう、うん、そう、自分の器は最初、自分一番最初、自分の器は神です。いっちゃん、ポコンありがとうございます。掲げたら引かれる、そんなそんなそんなにそんなそんなんで引くほどじゃないっすよキコリーさん最高、いっちゃん最高、ありがとうございます。え、まんま、まんま、え、まんま、まんま、まんまやったまんまだなと思ってはい、ありがとうございますはい、いる人、次いる人ね、髪やばい、え、邪魔邪魔、え、切りた、切りたい切りたい、でもさ、これぐらいの長さないと昨日の髪型できないんですよね。え、邪魔、え、もうもはやロングじゃん、え、うざいな。あ、おりました、ショート、ショート、え、ショートのスーツで坊主にするっていう謎のこだわりがある自分、なんか、うーん、最前列だったからニコちゃんが、あ、最前だった、あらあら、やだあれやだ、鬼タイプだって、このように私のことを 鬼タイプと言ってくれる人がいい、そう、謎のこだわりがね、伸びる早いよね、邪魔じゃわ。今日 STMA に登録しました、知ってます、お願いしますそうなんよね、髪の毛切ったらちょっとアレンジが効かんくなるから、どれだ、さこって、あれはシャンプーめっちゃ大変だと思う、テーマパークどこに行きたいんですか、テーマパーク、テーマパーク、え、テーマパーク、テーマパーク、アメリカのディズニーランド今日からメール登録した、知ってます、返信読んだ、あれ、あれ、レオマ、レオマちゃん、レオマちゃんあ、危ない危ない、思い出した、レオマ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 さんです、レオマ、レオマさんです
あ、香港のディズニーランドも行きたい。USJ は行きたいんですけど、あの何めっちゃ人数制限されてて、超絶人が少ない時に一回去年行って、もうめっちゃ回りきったんですよね。そうやっぱレオマかな。レオマかな。そうディズニーの近くに行くの。ああ、リアルお話か。え、そうなんか豆柴48さんも USJ の近くらしくて行きたくなっちゃう。ディズニー、でもレオマさん1回しか行ったことないから行きたいな。はい、読みます。トード変身し、おいおい、はい、読みます。ジョッシーアットマーク、公園リンクは最高だ。いえ、僕の太陽公園ありがとう、タワーありがとう。酔っ払ってないようですな。なんか最近よく会いに来てくれるね。この前話し会でファンリンコと仲良くなったって言ってて嬉しかったよ。曲の途中たくさん目あったの気づいてくれてよかった。リンクよりデジャビを褒めてくれたの何気にすごい嬉しい。ありがとう。酔っ払いじゃない、正真正銘髪をしたわ。いや、酔っ払ってないらしい。酔っ払っとんなって思ったけど酔っ払ってないらしいです。正真正銘の。ありがとうございます。そう。でも自分が昨日見た限りでは、自分曲の途中途中でいろんなファンの人見るんですけど、今この人違う子見てるなとかってなるんですけど、昨日は自分のことしか見てなかった気がする。多分ね、多分分かんないけど。ありがとうございます、神推し。ありがとう。そう、帰りの新幹線だ。ああ、そう、なるほどね。じゃあこれは正真正銘正常タワー。ありがとう。銀行しか嘘つくんじゃないよ、あなた。ありがとう。あ、でもまあまあまあ、でもなんかお見送りはなんかちょっと違う子にはなんかちょっとなんか言ってたけど、まあまあいい、まあ許す。ありがとう。はい、ありがとうございます。え、そう、昨日はちょっと優しめでした。やばい、もうクッキー1個食べた罪悪感がすごすぎて。ありがとう、こちらこそ。そう、チェックしてますね。あれはどう、そうでしょう、あの人でしょう。そう、いっちゃん、つどさん、ありがとうございます。そうです、今日は優しい気分。さゆきさん、ポップコーンありがとうございます。いや、生誕祭に感動しすぎて、ちょっと私も優しく、もうちょっと優しくなろうって思って。迷惑にされたい、するよ。そうです。あれ、花子ハートありがとうございます。しんちさん、ポップコーンありがとうございます。ね、やめますね。ゆうさん、つらさ、ありがとうございます。ちょっとさ、配信でさ、ご飯最新で食べる配信をしたらさ、ちょっとゲップで出ちゃいそうで怖いんですよね。めっちゃ思いっきり出ちゃいそう。ご飯食べて、なんか体質的にめっちゃしゃしゃくりとかゲップ出ちゃう体質なんですよ。でもいつも溜めて出さないようにちょっと抑えてるんですよ。でも気抜いたらめっちゃ出ちゃいそうでさ、超怖い。はい、読みます。自分ご飯食べたらなんかすぐ出るんですよ。わかんない、しゃっくりもゲップもなんか出ちゃう。わかんない、なんだろう。しゃっくりもめっちゃ出るんですよ、自分。いやいや、嫌じゃん、なんかちょっと嫌じゃん。ためなんかでちょっと押さえてるんです、いつも。別に今出そう、ギップが。はい、どうでもいいですね。はい、たまたこアットマーク
リンコの長女かっこ永遠の17歳いえ僕の太陽公園ありがとうタワーありがとう。昨日気づいたことなんじゃけど、いつも目があったらうちわで顔隠すけど目は隠さずちゃんと見よるねテレアさんだな。ももたん T シャツ楽しみ、レッスンで愛用しますね。リンクよりハッシュタグ企画ありがとう、元気出たー、ありがとう。くしゃみはね、あるるです。そう、言わんでいいよ、ちょっとごめん充電が。そう、昨日気づいた。なんかいつもレッスンしたら顔隠すけど目は隠す、なんかあるよ、女の子がさ、いやエッチって言ってこうやって隠すじゃないですか。これですこれでしたっていうのを昨日気づけたっていうありがとう。泣け、なんでハッシュタグリンコタイムラインにしよう、ハッシュタグリ、何リンコの愛しいところをタイムラインにしようだっけ。そう、なんかめっちゃすごかった、そうですっていうのを昨日気づいたそう、ありがとう。自分は見る派ですよね、自分と同じって感じ。そう、ありがとう。はい、そうありがとう。よくでしょ、ちゃんと見て観察してんのよありがとうございます、すごいねTL ってなんだろうって思ったら、ようよう考えたらタイムラインのことだった。そう、隠すふりしてそう見てた何流行ってる、そう、なんかリンコの愛しいところなんちゃらかんちゃら、なんだっけ、ちょっとめっちゃ長かったけど大須賀もか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 もとはちょっと、ありがとうございましたなんの、いやそれやん、あれもとは、そう、愛されそうですよ。12月のお話し会に当選しました。はじめましてですね、体操お願いしますあれとはずかしがってるよ、ちょっとダメだ、眠い。ウェーマンさん、クマありがとうございます。そう、これめっちゃ女子力高い飲み物飲んでるんですよ、ほんとゲップ出そうになる、女子力が高い、なんかビタミン C ポリフェノールってやつ飲んでるの、女子力高いダイソンでしょ。明日ハンバーガーとプルダックンポックンミョンで迷ったけど、選ばれたのはプルダックンポックンミョンでした飲み方が女子力高い、うん、それはピスケさんかわいい、ありがとうございます。でも今日いちごミルクガブ飲みしたからちょっと、うん、ダメ、ダイエットできない。つのさん、バラありがとうございます。あ、タワー見ます、黒、いや、なんかね、クリームカルボナーラ味みたいなしあるの知らんかった、買ってみたあやたこがぶ飲みするの、やばいね。そうです、いちごミルク、ピクニックのいちごミルクが一番好き、ガブ飲みするところみたいで、レッスン後めっちゃガブ飲みしてる。
どれだどれだ。うん、出まかせプリンスさん、ありがとうございます。ね、食べたい。何味何味何味ですか、これ。どれどれ。これはマスカットミックス味。そう、角さん、チョロさん、ありがとうございます。違うね、そう、アイドル普通に味が好きなだけっていう。そう、ほんとダメ。うん、何配信、配信でさ、配信でご飯とか食べる配信したらさ、本当に本当にゲップ出そうになる。マジ本当怖いもん。キッチンさん、ポップコーン、いつさん、かわいい、ありがとうございます。昨日、今日ちょっとアイス食べてない、えらい。いちごミルクがぶ飲みしとる時点でまあ無駄ですが、おにぎり食べた時も必死で我慢してた。ちょっと思いっきり。そう、いつも我慢してるの。見ます、角、角っち、角っち、角っち、アットマーク、リンコが網レベル100億万点。イエ、僕の太陽光栄、ありがとうタワー、ありがとう。すごくコア、コアマニアだけど、目あった読み送りの、お、今押さえてます。お見送り、お見送りの時の角っちの目の笑った時の膨らみのファンです。昨日はファンになった。わら。サイリウム6本はもはやプロ。あとすっぴんアクリルスタンド気に入ってる。おこ、リンコよりいっぱい食べる君が好きシリーズ全部見た。リンコより。ありがとう。そう、私がすっぴんの写真をアクリルスタンドにしたんですよ。で、気に入ってるんですよ。ちょっと、すっぴんなのに、すっぴんなのに、そう、6本使いしてる。ありがとうございます。ありがとう、こちらこそ。一人ね、2本で6本。そう、ね、自分とリコチとサラピよね。ありがとう。そう、昨日目の笑った時の膨らみのファンになった。ありがとう。うん、で、なんかここら辺の目がこう笑った時のなんか何ちょっと何なんていうん、なんかふいーつ なるファン。で、腕がね、ようしびれんなって思う。そう、ありがとうございますね。細かいでしょ。ありがとう。でさ、昨日でもなんか昨日いつもよりちょっと監視した気がする。さ、ありがとうございました。ありがとうございます、こちらこそ。ありがとうございます。そうですよ、ちゃんと MC の時がでも一番見とるかも。いつもよりもっと細かいところを見た。え、でも監視、やっぱ苦手な曲は監視する余裕はない。そう、ありがとう。いえいえ。そう、えね、そう、よそ見できらん。固まった。あんまりそれかいでしょ。なんかめっちゃかすごいことになってる。家族に申し、ね、なんだろう、苦手な曲なんだろう。ジュリエットとかはちょっとできないかもしれない。ジュリエットはちょっと曲に集中してる。もうジュリエットでも一番苦手かも自分。こんばんは。逆に何でよ、佐々木さん、レインボースター、ありがとうございます。そう、何時に終わろう、何
ね、なんか友達ちょっと待って友達がちょっと待って待って、友達がめっちゃどうでもいい報告を LINE でしてきた。待って、あ待って、もらいに行かないと。え、無理、なんか牧場に結構、昨日はあんまり牧場にできんかった気がする。いやいや、ちょっとここで言ってしまうとちょっとちょっと、いやいや、そんな めちゃめちゃどうでもいいと報告をなんかしてきた。まあ安定のスルーっていうね。自分とかめっちゃさ、自分めっちゃ既読スルーしちゃうんですけど、そう、それでいいんかな。悪魔の目玉さん、チャンス、かっこいい、10個ありがとうございます。そう、なんか腹いてみたいな。そう、え、そう、え、なんか一回、ああやめてやめて、はい、え、そう、既読つけるんですよ。え、なんか読んだよっていう示しをつける、既読で。で、後から返すっていう。よいしょ。ズボン、やだ、見られた。大丈夫、いやいや、なんかバチ払いてんだが、わら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 みたいな。来た、キューさん、ありがとう、ありがとう。ライトさん、チラス塾ありがとうございます。あっ、きおめえな、毎回毎回ちょっとやめろ。超パジャマ今日、化粧しようかな、迷う。そう、なぞ。あ、やばい、口が悪いです、口が悪いです、今日気をつけてたのに口が悪いでござんす。え、そう、せいろが飲みな、わら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 って返そう。やばいやばい、ダメダメダメ、私はアイドル、私は STU なんです。このパジャマさ、中1から着てるんだけど。大丈夫かな。そう、いや、女子はね、裏ではねこんなもんですよ、口に。そう、金子ちゃんだなって。あ、そうですか。そう、せいろが飲みなさい、わらわらわらってくら。切り抜いてる人に謝られてた、自分が謝られたっけ。今時女子はそうなんですよ。おじさんに優しいルーム。え、そう、もうなんか、そう、裏表作るちょっとめんどくさいなって思って。 HT さん、クマのカバンありがとうございます。でも人に言われても悪くない子は全然悪くないし、どうだろう、でも自分の学校とか、学校の、わかんない、メンバーは全然普通に、そんな、なんだろう、口悪い子いないけど、学校の自分の友達がめっちゃ口悪い。そう、何日ぐらい、え、わかんない、わかんない、どうだろう、この友達にすぐに影響を受けるから、だから多分友達がめちゃ、何、友達がクラブパーリーピーポーみたいな友達だったら、自分もクラブパーリーピーポーになっとったかもしれんから。危ない危ないっていう。そう、マジっすか、いや、違います。ねえ、え、そう、すぐされる。え、自分が影響を与えとこうとなんて一切ない。
そう、で全くない、なんだろう。そう、ずっと昔から友達がなんか、友達がね、小学生、小5の時になんか教室の隣の教室が空いてて、そこで女子の更衣室だったんですけど、友達がその黒板になんかめっちゃいたずら書いてて、自分も影響で書くようになったくて、それで親呼び出し食らったっていうぐらいには友達にすぐ影響される。あ、そうなの。閉鎖系の友達、あ、いや、友達と、うん、一人おる。何か、なんだろう。え、そう、悪い子やった。そう、何書いたっけ。でもね、相当悪いことを書いた気がする。そう。そう、悪いことを書いた気がする。その当時の最大限、その当時私が知ってる限りの相当悪いことを書いた気がする。そう、なんでもね、そう。先生、え、なんだろう、え、なんか、なんだろう、なんだろう。なんだろう。再開お願いします。いや、悪口とかではなく、普通に、なんだろう、乗り回しイエイみたいな、なんだろう、なんかそんなことを書いたような記憶がある。いや、なんだろう、なんかね、普通の悪い言葉を書いたような気がする。いや、口に出せる出せる、なんか普通にそんな感じのことを書いた気がする。教頭先生女だったわ。そう、13日サイン会です。え、なんかそうっていうのを書いた気がする。そう、そうです、清楚系なので。そうです。なんか、なんだろう、そう、なんだろう、なんかさ、何落としたっけ。え、その当時の小学校5年生の自分が知り得る悪い言葉を書いたような気がする。だからそんな自分、だから今にとっては悪くないかもしれん。あんまり悪…そう普通なんか、なんだろう、なんかヤンキー言葉を書いたような気がする。何落としたっけ。あ、そう、明日白菜買おう。違う、それじゃない。何を落としたっけ。あ、よろしくお願いします。花子チュロス、ありがとうございます。あ、忘れてた、ワクチン予約するの。まあいいや、明日しよう。まるた、何を落としたっけ。違う、私は白菜鍋が食べたい。忘れないで。マルタ、いや、とはあと一人ですが、今日来れないって言ってたので、何しようとしたっけ。おめでとうです、筋肉痛。ミミントロールさん、チラス、ありがとうございます。久しぶりだな。学校です。ないです。そんな悪くない。そんな悪くない。
何落としたっけ。大好きすぎるミルフィーユ鍋と何落としたっけまあいいや。あ、今日照明直ってた。あらららら何落としたっけ。もうこういう疲れてる時はですね、皆さんお風呂場で魔王を歌うことをおすすめ。宣伝もしなきゃ。何落としたっけ。なんかね、停電してたらしいです。めっちゃね、お風呂で魔王を歌うのめっちゃ気持ちいいよ。お父さんだっけ。お父さん、お父さん、ワクチン予約してない、忘れてた何落としたっけ。給付して、見たい映画がまたできた。それはな、何落としたっけ。宣伝ではなく、何落としたっけ。そうしてなかった。何落としたっけ自分。いやね、入らん。大好き、いや違います。本当にだって自分なんか本当でも家族も慣れてるから、別に自分が魔王を歌っとっても別になんともならん。頭パーパーしてる。何をしてお腹減った。もう忘れた。アイドルの歌、いやそれはもうちょっと歌うんですけど、魔王はストレス解散になる、発散になる。はい、お願いします。そうでも家族も慣れとるから何も言ってきません。もうソロステージ何しよう、本当に何しようかな。何落としたっけ。めっちゃ言いたいことあったんですけど忘れたわ。佐渡さんチョロス10個ありがとう。魔王歌えるよ。マイファーザー、あ、英語バージョン歌えるんですよ。アルバイス、なんかなんだっけ、英語なんか何語だろう、あれなんか本家のやつ。アルバイスファーザー、マイファーザー、おーマイファーザー、マイファーザーみたいな。いいじゃん。なんかね、見たんよ昨日、歌おうと思って。I'm so pretty, I'm my father, my father みたいな。ドイツ語なんかな。なんかめっちゃ my father、 そうあやふや。そう、 my father しかわからんかった。そう、やすべさん最高、ありがとう。充電ねえ、ちょっとまたライト壊れてきたかもしらん。明るい。買ったばっかなんですけど。英語何語か知らんけど、 My father, my father。 あ、早い、入るの。そう、充電。何落としたっけ私。まあいいや。リンクないって。そう、明るいライト。じゃあ、何壊れてる、チカチカしてる。いや、そんなん、眩しいんじゃ。
部屋暗い気がする。え、なんかダメだ、もうほんと冬ってダメ。宣伝じゃない。え、そうなんです、ありがとうございます。ちょっと最後に話、ヘアアイロン、いや、ヘアアイロンは私パナソニックちゃんだからまだ壊れてないんですよ。最高。そう、何を落としたっけ。アルハートさん可愛い、ありがとう。何を落としたの。思い出せない、なんだっけ。まあいいや、もう疲れた。そう、いや、宣伝とかではなく普通に言いたいことがあったんですけど忘れたね。え、そう、寝てる今もう多分脳みそ半分、ね、寝てると思います。私はもう寝よう、もうお風呂入ったし寝ますね。よいしょ。だだいや、ちゃうちゃうちゃう、なんだろう。ピーちゃんかわいい、ありがとうございます。プログラム、いや、もう、いや、もう寝る何やっとしたっけ。あ、そうそうそう、いや、違う違う違う、それじゃない。何を、もういいや、もう疲れた本当にもうここずっとさ、最近踊ってるからさ、本当にずっと体がさめっちゃ筋肉痛なんですよね。ナイスさ、メリーゴーランドだ。ありがとう。かわいい。そう。似合った、明日はフリールです。頭を一番使うやつ。ちょっと、あー、やった。膝バッチグ、ね、何落としたっけ、うん、まあいいや、もう思い出せない。今日はちょっともう今日は脳みそが寝てる。もう 何落としたっけよ、多分今日ずっと繰り返してる気がする。うん、いや、メールで書くことでもないんですよ。あ、思い出した思い出した全然くだらんことなんですけどなんだっけ、あの、そうそうそう、え、待って、めちゃめちゃくだらんすぎたちょっと待って、めちゃめちゃくだらんすぎたんですけどめちゃくだらんことすぎて言うのやめようと思う。ちょっと待って、超くだらんことすぎたいや、はお腹は痛くないし、いや、めちゃくだらんことすぎてちょっと言うのをためらってる今めちゃくだってハートルを上げすぎた。いや、今日さ違う、なんかね、いや、なんかいや、めちゃくちゃなんか今日レッスン場でさ、いつもねめちゃくだらんやあのさ、レッスン場でさ、いつもあの使ってるさ、レッスングッズね、高校生の時の体育会シューズ使ってたんですけど、なんかそこが取れちゃって壊れたんですよ。で、それを昨日持って帰ってで、それ持っていくの忘れて、今日普通に外で履いたスニーカーをなんか中で履いたらバレなかったって話はい、え、お、うん、そう、うん、それを言いたかったえ、めっちゃくだらん、え、そう、めっちゃくだらんわ、え、めっちゃくだらんすぎた、え、そうえ、そう、え、そう、そう、そう、いや、いや、怒られ、別にちょっとあ、バレんかったと思って、そう、いや、ウェッティで拭いた、ウェッティで拭いたんや、一応、いや、ウェッティで拭いたけさ、そう、でもバレるかなって思ったらバレんかったいや、ウェッティで拭いたんよ、そう、
え、なに？ウェットティッシュ、ウェットティッシュか、ウェットティッシュで拭いた。そう、いや拭いたもん。そうしたら死ぬようにしよう。っていうのをそう言おうとした。めっちゃくだらんすぎて。そう、どうしようどうしよう、マネージャーさんがじゃなくてどうしよう、めっちゃ怖いわ。そう、ウェッティって言わん？牛崎家ウェッティって言うんですけど、誰やべっちって誰。足な、何な、え、なんだろう、足23.5です。体育館シューズ有能、体育館シューズって高いからさ、今日は電気ついて停電してます、停電してますって言った。え、ウェッティウェッティウェッティ取ってって言う。いや、そこが抜けるほど使い古したっていう。そう、ウェットティッシュの役、え、言うよね言うよね。そう、窓元はもう開いてる。商品名なんですか。そうそう、ただ単に寿命。そう。うん、物を大事、あー本当ですか。だからね、自分の場合物を大事にするというよりかは、ただ単に新しいの買うのがめんどくさいっていう方が勝ってるかもしれない。レベッティって言ってた。なんかね、なんかね、アロンアルファが家になかったからもういいやと思って。そう。そうなんですよ。だってもう見たらわかるでしょ、これも中1の時から使ってるの。これなんか小6から使ってるベッドカバーです。やばいやばいよね。そう、体感してます、してます、オークション出さんでさ。そう、そう長持ちしてる。もうこの今履いてるこのファンの人がくれた靴下も、もう毛玉ができた。早すぎん。なんか落ちたけど、まあいいや。え、そう、もう毛玉できた。マナーさん、ポップコーンありがとうございます。ねえ、髪長い。うざい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 。もう結局食べる。マナーさん、あれ、あ、言っちゃった、言ったか。好きな靴の部分、あ、ありませんありません、履ければ何でもいい。うん、牛乳飲みたい。のね、私はね、なんこれ食べるためにできたんですよ。うん、ね、乾燥して、ほんとだ、ゼロキロカロリーだ。ヨーグルトメーカー買ってない。なんか炊飯器で作れるらしくて、これ炊飯器で作ってみようかなって思う。いや、全然違う、ミスター伊藤さんのやつ。いいじゃん、それね、それね。パパ、うん、なんか普通に話した。止まらん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 。止まらん。
まいめ。気管に粉が入った。はい、このまま、配信終わったら、もう配信終了ボタンを押したら、そう、HTML 作った最悪まあ、このまま寝れるっていう最高のパターン。ダメだ、唐揚げくんが食べたい。無理、唐揚げくんのガーリックバター味が食べたい。朝なんだっけ、チョース10個ありがとうございます。無理、唐揚げくんが食べたくなってきた。無理、食べたい。でもちょっとファイオまで行くのちょっとごめんなさい。あ、全然顔映ってないが、横空いてるよ。あ、待って、なんかめっちゃ映ってるじゃん。やだ、この前食べて久しぶりにめっちゃ美味しかったんですよ。もうこのまま寝れる最高の、最高すぎ。これなら自分めっちゃ配信できます。私の彼氏ちょっと、今日多分一番今日大きかったと思うとき、唐揚げくんが食べたい、でもダメ、太ったから、太った、2キロ太りました。もうこのまま寝られるっていうね、1時間、嫌です。あんて、あれ、週刊リンコ、秘宝吉崎リンコ、添い寝写真流出。いや、47や、添い寝写真流出的な。あ、見て、ハーレムハーレム見て、に二股ハーレムですだんだん、そう、二股です。そう、逆ハーレム。そう、モテオラモテ、そこか、自分が変わる。ハーレム、ね、クマに囲まれてさよう。ね、空気が気管に収まった。マイファーザーなんだろうこれ。うん、この、あ、でも寝れる、全然寝れる。あ、すごい、コメント欄の人が激しい。あ、マルジー、マザー、マイファーザー、マイファーザー。そう。そう、なんだろうこれは、もうめっちゃ気管に粉が入ったんよ。これ女の子なんですか。あら、まあ、蜜の世界。そう、そこしか歌えんっていうね。そう、怖い。いやいつもの私。あー、今とてもゲップが出そうです。抑えてる。そう、
ーキングじゃね、2階なんですよ、ちょっとめんどくさい。女の子なんだっけ、え、この梅子とかだった気がする。梅子と凛太郎だ。そう、あの体質が悪いんかな。そう、いやだやだやばい、さすがにさすがにさすがにね、いやアイドルじゃん、ちょっとさ、そこの域を超えてしまったらさ、ちょっとやばいよね。なんだろう、え、ゲップって何、なんかめっちゃ出そうな、え、我慢してるんですよ、我慢してるの。なんでゲップ止まらない、空気の流動、自分空気の流動が悪いんかも。空気、あ、違う、いいんか、空気の流動がいいんか、空気の流動がいいんだ、へえ、空気の流動がいいらしいです。そうなんかな、食べるときに、あ、そうなんかな。既成概念にとらわれない配信、それは褒めてくれてるんですか、ありがとうございます。空気も、え、空気も一緒に食べた、そういうこと、口が大きいんかな自分。なんだろうね、なら我慢してないです。へえ、早食い、あー、今日よりか、嘘、え、もっとやばい日はもっとやばい、今日は全然普通の、え、今日もどちらかといえば清楚系のやつです。いや、やだやだ。うん、人間だからさ、やし、人間やし、人間だもん、おお、そう。だって自分の部屋の横普通にトイレだし。自分の部屋の隣トイレっていう、そう、普通に自分の部屋の隣にトイレなんですよ。人間なもの、リンゴ。そう、え、そうだから配信してる時は家族に、え、自分今から配信するねって言って、だってだって誰、家族の誰かがさ、隣の部屋のトイレ行ってしまったらめっちゃ音丸聞こえじゃないですか。だからそう、いつも言ってるの。が、1階のトイレ行ってねって言ってる、そう。でしょでしょ、そうそうそうって言ってるんですよ、そう。弟の部屋はもっと先にある、そう。聞こえる、そうそう、流す音聞こえるから言ってるんです、そう。いや、そんなことはないけれども、そう。そうそう、で、そうなんです。カブレさん、ポップコーンありがとうございます。移住よ、もともとずっとここ。間取りをするやんやんいや、え、そうなんですよね。もうね、ね、寝れる。え、そう、この体勢だったら自分本当にいくらでもできる気がする。いいよね。たまには、たまにはっていうか、ほぼほぼ毎日がネクタ配信だけどさ。アリホントさん、ミラボールありがとうございます。固まってるんですが。え、そうそう、大阪は本当にお父さんが出張でたまたま生まれたってだけど、本当に広島なんです。いいわ、この体勢めっちゃ楽でいいっすね。
ンディン、ちょリンディン広しそうですそうです、リュウヘイさんポップコーンありがとうございます。パパ今日普通に話した、なんか喧嘩しても1日経てば普通に話すんですよ、なんか普通に話しましたそう常にベッドで配信してるので、そうリュウヘイさんチロスありがとうございます。東福岡ラグビー、うん、いやちょっとちゃんとボハボはじめましてですが、最近きはじめまして、この2日ものですがお願いしますえじゃあどうこのまま配信終了ボタン押したらあこれ寝れるんですよ、最高の配信のやり方なし、殴り合いはないわだいたい口喧嘩とかそうバフトオフトゥーン最高すぎて、くもはさん最高ありがとうございます、あお願いしますそう最近のそう、お兄ちゃんいません、お兄ちゃんいないんです、押し入れの穴やだやだでもダメバンされるよねこれ、そう耐えるんだ、本当に、しかもこれのさここに枕あるからうん最高なんですよ、そうなんか歌って My father My father え全然え無理してない、もうこんな偶然だらだら配信でねでもいい時間、なんかだら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 こんな体勢でなんかちょっとコミュニケーション取れていい時間いいね、やだネガコレクションしてるのやだー殺す、あ、素ですかえ、殺、さすが殺すって聞こえ、見えた文字がそう気に入った怖い、殺すって見たえ、なんか怖っ、え、なんか素ですが殺すに見えた怖いびっくりした、びっくりした、え、さすが予告されたって思った、そう配信するなって気もっとやばいです、そう疲れ様ですびっくりしちゃったちょっと目がおかしいです、え、ねえなんかさもう普通にさ配信というよりかはもうそこにあなたがいて普通に友達まあまあ一応彼氏とだべってる的な配信じゃないですか、え、そうよくないよくないよくない配信しない時はねもっとやばい、もうこんなんじゃないもっとおおって感じ、最近どう、え、最近どうだろう、最近なんか謎になんかモチベーション高いのねーみたいなうん、今度二郎系行こうぜみたいな、別れる、あ二郎系食べたい、
もうそういう一緒に、や、床で寝てください。床で寝てください。ひどいな、こんな彼女いら、ひどいな、ひどいぞ。あー、そろそろ別れようか。そっか、でもそうだよね、私もそろそろ潮時かなって思ってた。うん、なんかだって LINE してもさ、返信するのだって2日経ってからじゃん、もう冷めてるかなって思ってた。だからそうだよね。そうだよね、今までありがとう、楽しかった。楽しい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 、そうそう、楽しい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 、バラを飲みすぎ、楽しい楽しい、え、いいわ、楽しい楽しい、そう。じゃあ全然、キューさんお疲れ、ありがとうございます。そうそうだよね。大丈夫。そうよね。だって出会うのが早すぎたよね。もっと大人になってから出会ってれば、出会ってればさ、なんかもっと違う付き合い方ができたんじゃないかなって思う。幸せになってね、ありがとう。絶対結婚式呼んでね。よくない。いいじゃん、最後は悲しいけど、え、そう。全然だ。いや違うよ、そう出会うから、そう。あ、じゃああれね、じゃあ中学の同級生っていう設定にしとこう。いいね。いや速攻即興台本です。そう出会うのがちょっと早すぎちゃった。そう、私たちまだまだ子供だったのよ。そうだから本当は悲しいけど明るく終える。そう、そうそう、え、じゃあ19だから中2から付き合い、あ、もう5年、5年の付き合いだけど、向こう自分が他に好きな人ができて、あ、違うわ、違う、振られたんだ、だから向こう、あ、あなたに、そう、他に好きな子ができて。そう、えー、あ、そうなん、まあでもそうか、もっともっと、そうですね。そう、辛いやつなんですよ。え、そう、それでそれで5年付き合っとって、その中学の周りの同級生からは「お前らいつ結婚するんだよ」って言われとって、もってはやされとったけど、向こうに好きな女の子ができて振られるっていう設定にしよう。お、いいじゃん、よくない。そう、そう。目が覚めたわ。目が覚めました。え、いいね、お話会の設定とか面白そうなんですけど。目が覚めたわ。え、そう、でも悲しい悲しい悲しいわ。でも多分私はあとこの振られた次の日から3日間ぐらい焼け食いパーティーが始まるっていう。いいね。あ、ツーショットの設定も面白そうですね。
と無理切れるバージョン、切れるバージョン、ちょっととてもとてつもなくやばい言葉を発してしまいそうで怖いんですが、私から別れるやつ、私から別れるやつ、ちょっと恥ずかしくなってきたはるやくん、じゃあ逆に逆バージョンね。じゃあちょっと待って、なんだろうね、これなんだろう、なんかあのね、あのさ、なんか自分考えたんだけど、もうさ、なんか19じゃん、で来年20歳になるから、なんかそう、実はあのね、そう、自分宇宙飛行士になりたくて、それであの NASA にあの訓練行くことになったので、ね、そうアメリカ行くから全然会えなくなるから、もっと他にいい女の子を見つけてほしいなって思うから、そう別れてほしいです。もっと他に可愛い子いるし、私はアメリカに行くからもう会えんから、もっといい子おるかなって思ってそう、NASA行くのそうだから、そう NASA、 でもあなたには、あなたにはね、何、もうあなた就職決まってるから、そうで、それは一応うまいこと言って英語、いや本当はね、英語喋バレたくなくて英語喋れないふりしてた、ごめんね。そうだから、そうじゃかくだらんついてく、いや一人で暮らしたい一人で暮らしていやだってアメリカと日本って遠いから、そう一緒にね、いや一人で暮らして一人で暮らしてうわあ、考えの、いやでも考え直そうって思ったけど、でもやっぱり自分は宇宙飛行士になりたいかなはいじゃかひもとして、いやいらんいらんリンコなんでよなんでよ、よくないじゃ、なんて読むの、遠距離で、いやでも浮気するじゃん、いやでもさ、いやだってさ、いや君さ、付き合ってる間もさ5回ぐらい浮気したじゃん、信用できねえんだわ自分がアメリカ行ったら絶対浮気するんだろ、信用できねえ、無理別れるじゃあ、そう、あ、そう、いいね、思い出せる、あ、いいね、そう、どんなに時がめっちゃいいいいねそう、誤解したから、で自分がそうアメリカ行ったら絶対浮気するじゃんそう、あ、ちょっと口が悪いようですね、お口チャック、だって、あ、未成年です未成年です何の話だろう何をしたら浮気、違う、この話からいく5回か6回か7回か知らんけど浮気しとるだろ、そう、あの子です、そう
年齢してない、2002年生まれ。6回目信用できないんだな。いやいや、証拠とかじゃないんだってね。信用できない。口が痛い。綺麗な恋愛設定。何がいい？シチュエーションをください。違う。2002年生まれ。2002年生まれだ。堂々2000生まれやがな。なんでわかるんだろう。ウアンさん、クマのカバンありがとうで。設定じゃないんだよな。堂々2002年生まれだが、ポイント。リンコが彼女だったら半年は、花子さん、ハートありがとうございます。いや、ほんと、そうそう、とてつもなく2002年生まれです。そういうことで、もうそういうことでいいや。じゃあ、佐々木さん、チュロス10個ありがとうございます。そう、とんでもない2002年生まれです。そう、無理、今頭の中のさ 80% 唐揚げくんだが、どうしよう。どうしよう、唐揚げくんだ。今ね、もう唐揚げくんしか頭にないんですよ。買ってきて、本当に買ってきてほしい。でも郵送して、事務所宛てに郵送してくれれば、マネージャーさんが家に郵送してくれる。やめ食べた。あっ、唐揚げくんって、あ、ファミリーマートじゃないのか。ファミリーマートかと、食べたい。ダメ、唐揚げくん。あ、そうね、今の時点置いてないじゃん。嫌だ、それ今の時点、今の時間置いてないよ、確かに。ショック。そっか、勘違いしてた。私も今、唐揚げくんのことしか考えられない。唐揚げ、もう何をするにしても、配信をしてても、私配信してても、お風呂に入ってても、何やってても、唐揚げくんのことしか頭にないんです。これって恋ですか？恋だ。唐揚げくんのなんちゃらバター味が食べたい。これは恋だ。恋なんだ。違うよ、唐揚げくんじゃないとダメなんです。おにぎりくんはダメなんです。あ、大好きな人。あ、空気で、あ、上手ね。ダメ、おにぎりじゃダメなんです。唐揚げじゃないとダメなんです。え、そうなん？お願いしたら、そうなんで、恥ずかしいな、なんかお願いするの恥ずかしい。唐揚げくん作ってくださいってお願いするんですか？あ、食欲。え、でもなんか四国の滝山 3.5 さんと対バンのポスターがローソンにさんに貼ってあるらしい。今食べたい唐揚げが。くだらん。くだらん、何この配信、超くだらんすぎる。くだらんすぎて。え、なんか貼ってあったって。広島だけかもしらんけど、そう、大好きな人。
揚げ粉おいしいよね。え、調べたい。通常嘘。え、今日はそんなに言葉遣い悪くない気がする。ちょっといつもよりいいかもしれん。なんかね、配信しとるって感じがないんですよ最近。普通に配信ではなく、普通にもう自分の文句をいっぱい聞いてくれる人に全部文句をぶちまけてるっていう配信じゃないんですよ。なんか配信っていう感覚じゃなくなってきた。そう今日あったこととか、もうめちゃ嫌だったことを、そうぶちまけるっていうなってしまった。そう、そう、でもそう、え、そうそう、話を聞いてくれる人たち、そうそう、え、そう、本当に話を聞いてくれる人たちに話してるっていう感じです。そう、そう、隣人そうです。え、だいぶだ、そうよ、だいぶ本当にそう、もう最近なんか白目するの癖になっちゃってさ、なんか最近さ、なんかちょっと朝起きて、あ、疲れたと思ったとかやっちゃうんですよ癖が、最近白目を向くっていう癖ができちゃった。話の、いや、嬉しい、そんなこと言ったらめっちゃ話しちゃう。そう、私なんか今から勉強しようって思って、あ、だダリーとかやっちゃうんです雰囲気が違う。え、嘘、なんだろう、あ、いつもにダラ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 かもしれない。え、そうね、最悪、公園の最悪じゃん。ラービュー竹内線、あー、いい、最悪最悪最悪じゃん。そう白目とね、鼻をスンスンする癖が抜けませんそう、配信のおかげでだいぶ気が楽です。出てます白目で、え、いいよ、撮ろうや、白目でツーショットいいじゃん撮ろう、普通に面白そう。やばい、めっちゃ怒られるカメラ、やばい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 、そう、そう、今日いつもダラダラダラなんですが、白目できんのよ、多分目、黒目上にやってるだけで白目できてない気がするけど、的な写真嫌だバラード歌いながら白目してほしい、どういう状況ですか変顔、え、載せるなよ、二人だけど秘密聞きたいのがいい、ウィンクできるよ、ウィンクできるよ、せんけど余裕で変更できちゃう、しやんけど、しやんけども、しやんけどもじゃあ終わりますか、何時何分何秒、え、携帯なくした、あったそうね、高速インクできんくなった、できんくなった、 AT リンコタンチャラス10個ありがとう、あと10分、すごい、ドラマ終わったら眠くなってきた。宣伝、なんかさ、鼻のさ、穴の中がさ痒くてさ、なんか
書くじゃん。なんか鼻ほじっとるって思われそうでさ、嫌なんよね。花粉症でさ、鼻の中がムズムズしてさ、なんかこうやってやったらなんか鼻ほじ、いや、肌から見たらさ、なんか鼻ほじっとるみたいでめっちゃ嫌だ。違う、ほじってない、違う、書いてるの違う、ちょっと一緒しないでください。鼻うがい苦手なの、自分苦手でさ違うよ、全然別物、そうしてない。いや一石やめて、ほじ、いや平気じゃない、やめてやめて、いや、やめてやめてやめて、大に、結構、いやいや深すぎでしょ、ダメでしょ。違う、痒いんよ、違う、花粉症じゃん。こう鼻の中が痒いからこうやってやるんですよ。こうやってやったらさ、なんかめっちゃ鼻ほじっとるみたいな、鼻ほじっとる人みたいじゃないですか。嫌なんですよ。ねえ、やめて、いや、こう、いや、やめてやめて、もうやめ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 、もうやめてください。いや、小指とか言わんで。ちょっとあくびしちゃった。そうです、私がほじるのはみんなの SNS だけです。いや、誰も見やっち、うん、いや、お、いやいや、いや、そう、今日のズボンです、今宵もズボン、え、そう、言わなきゃよかったって思った。もうそう、眠眠、ね、じゃあ宣伝しますわ。まあ、こうなんだかんだ言いつつ話し会にはちゃんと来てくれる、ちょっと謎のファンリンコでした。はい、何しようとしたっけ。そう、笑えた、いや違います。四国の MV 撮影の締め切りが明日まで、今日か、違うな、明日までです。待ってます。で、お話し会の、そう、言ってない、いやいやいや、来てるじゃないですか。なんだっけ、再販があって、はいはい、おすすめはこれです。あ、そうだ、4時間目完売しました。あとなんか12月26日だけのサイン会も完売したらしいです。ありがとうございます。はい、7時間目だ、ということは7時間目です。そう、サイン会完売しました、ありがとうございました。ありがとう、あんなサイン、あんなサインありがとうございます。あんなサインとかいう、誰でも書けるようなあんなサインを求めてくださりありがとうございます。指紋つけときますのでお願いします。ということは、そう、あれだ、誰でも書ける。これは1月9日の、後で消すとこ、7時間目が再販のおすすめです。この日は26歳の新妻凛子の日です。26歳になる日、そう、お願いします、よろしくお願いします。次、あ、お願いします。そう、いや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 、ちょっとね、もうとんでもございません、でもかあれも解説しております、ありがとうございます。あ、この日になっております、はい。何を話、いや、考えときます、はい、皆さんぞ、お願いします、お願いします。はい、以上です。あ、本当は19歳なんですけど、ち
と皆さんのご声に応えまして、あ、この日は26歳になるっていうことでござんす、あ、ございます。リンコの話から緊張しなくて、あ、だらしいです。それはいいことか悪いことかって言われたらちょっとよく分かりませんが、ちょっとあの有権者の皆様どうかお願いしますお願いします。はい以上でございます。お願いしますいや19歳の新妻は色気足りんのんよ。26歳に色気を放出させなければ。21違うよ、新妻、新妻響きがいい、新妻、新妻お願いします。はい、告知は引き、あ、全然そんなこと言われてないですよ。ただなんか気持ち的になんかちょっとお願いします、な気持ちですはい、そう、ちょっと26歳のね、あのオーラを醸し出すように努めますので、26歳が好きな方はお願いします。26歳が好きな方、ちょっと何言ってるか分かりませんがお願いしますあ、そう、うんうんうん、そう、あ、ツイッター26歳出現してます、1回だけ。はい、何とぞ、何とぞでございます。はいそうです。今日何歳だろう自分、今日私何歳ですか、今日自分何歳、今日21歳の大学生活とバイト生活に疲れて休むと21歳っていうことにしとこう。今日21お願い、いいね、この終わったらこのままペッて切って寝れる、最高すぎる。今日は JD 設定です。もう僕もダイエットしたのにクッキー食べてしまいました。何でだ、やばいやばい、でも歯磨きしないといかん。待って待って、もういいや、めんどくさい髪がさちょっと本当にうざいからちょっと美容院行きたいですね。参ります。13位、刃先根まで半身浴、いや全身浴じゃろありがとうございます。そして12位、さゆっちょさん、ありがとうございますありがとうございます。ちょっと待って、死んでる、ちょっと、はい、11位、あ、もっと死んじゃった。11位、キッチンさん、ありがとうございます。はい、ちょっと顔がしん、ちょっと何これ10位佐藤花子さん、ありがとうございます。で9位、 AT りんこたん、ありがとうございます、ありがとうございます。で8位は竜兵さん、ありがとうございます。で7位、ね、ちょ、お前だってもうやだ、はい、さよなら。7位、7位、ねえ、なんか何こいつ7位、ナオトちゃん、ありがとうございます。顔がちょっと眠い、死んでます。そして6位、ロッカさん、ありがとうございます。そして5位は誰だっけ、5位は成田さん、ありがとうございます
ょっと今固まってて記憶で多分。4位は4位はちょっとコメント今固まってて見えるの。4位は津野さん、ありがばらで、3位はよしひこさん、ありがとうございます。そして2位はあさあささん、ありがとうございます。で、1位はやすべさんです、ありがとうございます。終わります、バイバーイ、さよなら眠ります、おやすみなさい、バイバーイじゃあねー、はい、ね、寝たい寝たい、何時何分何秒、おやすみ、バイバイ、ありがとう、バイバーイ、大好き、ありがとう図を見せて、はいはい、バイバイ。